杉山善行は日本のプロ経営者、実業家。2017年時点で取締役として10社以上の経営に関わった経験を持つ。経営者として株式会社ザッパラスや株式会社エニッシュを上場に導き、上場を清い人と呼ばれることもある。1988年、関西大学を卒業。在学中から真田哲也、西山博之など当時存在した。 関西の学生企業グループに属し、株式会社リョーマに在籍していた。大学卒業後一度就職したが退職し、学生時の仲間が1989年に設立した株式会社ダイアル級ネットワークに設立時取締役として参画した。しかし、同社は法規制の強化もあって1991年に経営破綻した。ダイアル級ネットワークの事業継続のため、 徳間グループが支援することになり、新設された徳間インテリジェンスネットワークがダイヤル級ネットワークから事業譲渡を受けて、杉山もその取締役となった。1995年8月には株式会社シンフォレストの設立時取締役になった。1997年4月には有限会社クリプトメディアの取締役に就任した。 1999年の12月には株式会社マックスサポートの取締役になった。2000年6月には株式会社インデックスに上場準備のために経営管理を手伝ってほしいと壊れて経営企画室長として入社した。インデックスは2001年3月にジャスダックに上場している。2001年10月にはインデックスが買収した。 ストリーミングメディアコミュニケーションズの取締役に就任した。翌2002年7月には株式会社プラクティスの取締役副社長となった。2004年にはザッパラスの社長を引き受けた。ザッパラスはダイヤル Q ネットワークの創業メンバーとして共に働いた玉木マリが創業した企業であり、その縁で頼まれたものだった。就任後は 事業の選択と集中を進め、2005年に東証マザーズ、2009年に東証一部に上場させた後、2010年に退任した。2011年には株式会社シンフォニーに入社した。それまで縁のなかったソーシャルゲームの企業からマネジメントの役割を期待されてのものだった。エニッシュに社名変更後、2012年に東証マザーズ、2013年に 同証一部に上場を果たした。経営参画してからマザーズ上場までは、実質的には、史上最短という評価もある。その後、2014年12月に、エニッシュの取締役を退任した。なお、ザッパラスエニッシュともに、杉山和人ではなく、両馬の時に一緒だった、松本康介と組んで、会社に入り、経営を行った。この間も 2005年には株式会社 G プラスの取締役。2006年7月には株式会社アレスマーキュリーの取締役。2010年5月には日活株式会社の取締役。2014年の6月にはジバンネットの社外取締役に就任している。2021年11月現在は株式会社ロックス、日活株式会社ジバンネットホールディングス株式会社。 株式会社アキルなど、複数社の社外取締役を引き受けているほか、コンサルティング、エンジェル投資も行っている。ありがとうございます。